質問が来ています、はい、大富豪はどうやってお金を増やしているのですかという質問が来ています。はい、もちろんですね、大富豪の方々っていうのはまあ様々な事業であるとか投資からの収益でお金を増やしているっていうのはあるんですが、これ一般の方はそういうわけにはいかないんですね。まあ、大富豪の方々も実践していますし、一般の方でもできる方法、とっときの一つの方法を教えたいと思います。お金を増やすコツはただ一つです。お金を使わないことです。これね、非常に矛盾してるのもあれかもしれませんけど、大富豪の方々というのは自分の収入以上のお金は絶対使わないんですね。一般の人たちもお金を増やしたければ、つまり自分の預貯金を増やしたければ、収入以上の支出をしないことなんですよ。もっと言うと、お金を使わない生活を極力続けるってことなんですね。大富豪の方々ももちろん最初はお金持ちでなくて普通の暮らしをしてて、どうやってお金持ちになっていくかなとかっていうのは、まあ事業であるとか投資であるとか、まあいったものがあるんですけど、やはりその中でいかにお金を使わないで事業や投資にお金を振り分けていくか、ここがやっぱりポイントなんですね。ですので、お金を使わない、もっと言うとお金でもね、使い方によって違うんですけど、死に金を使わないということですね。つまり死に金と生き金っていうのは、使うことによって生きるお金ってあるわけですよ。例えば仕事関係の方と食事をするとか、自分の将来のスキルアップのためになんか例えば研修を受けるであるとか、なんかスクールに通う、これは生き金ですよね。後々これがお金を出しても大きなお金として返ってくる可能性が高い、これは生き金で、死に金っていうのは多分浪費ですよね。例えば豪華なですね、ちょっと趣味の車に乗ってみるとか、買ってみるとかですね、あるいは、まあ、好きな服を買ってみるとか、コンビニ行ってちょっとしたお菓子を買ってみるとか、そういったものというのは死に金になってしまいますので、このポイントとしては死に金を使わないってことですね。ここが、大富豪の方にも共通してますし、一般の方でも見習える点じゃないかなと思います。